はい。お元気さまです。クルメジシュースのタイラです。えー、前回の予告通り、えー、この前あげた動画がですね、音声が飛び飛びになっていて、ちょっと何言ってるのかよくわからなかったという方々おられたと思いますんでね。で、そういう動画に限ってなんか1000回ぐらい再生されてたりとか <laughs> するもんですから、ちょっとまずかったですね。ということで、えー、今日の内容入っていきたいと思います。はい。ということで、えー、本日は前回の動画、 鹿児島大学に合格したんだけれども、西南学院大学に合格しなかったよっていうような生徒たちの話ですね。はい。ということで、えー、まあ、一つにはこれ、文系の生徒の話ですから、数学を手抜きしましょうねっていうことですね。はい。西南学院大学に合格できるように、えー、英語、国語社会中心の勉強をして、それで鹿児島大学にはまあまあ合格しながらも、さあ、西南届くかどうかっていうようなことですね。 はい、ということで、前回挙げたどあの画像、えー、点数ですね。はい、もう一回見ながらやっていきましょうか。さあということで、えー、これですね、えー、全員久留米高校の生徒で、全員かご、あ全員じゃないや、えー、鹿児島大学を受験したという3人の生徒ですね。はい、ということで、一番上の生徒が久留米高校の選抜クラスの吹奏楽部の生徒ですね。で、 えー、その生徒の1個下の後輩というのが真ん中の生徒で、えー、久留米高校の選抜クラスじゃない方の、えー、普,通科高普通科クラスの、えーまあ、久留米高校の文系クラスというようなことですね。で、一番下はこの真ん中の生徒の友達で、えーまあ、久留米自習室に高校2年生から来ていた、上の2人は3年生から来てたんですけどね。 一番下の子は高校2年生から来てて、で、高校2年生に上がった段階で、一番上の選抜クラスに選ばれなかったから、まあ、お母さんの方がね、まあ、久留米自習室に行けば、そういうできない生徒を上げてくれるっちいうようなことでですね、高校2年生の時から久留米自習室に来て、で、高校3年生から一番上の久留米高校の選抜クラスの方に入ったということで、まあ、お母さんも喜んでやったんですけれども、はい、ということで、え、まあ、今日の主役は真ん中の。 生徒ですね、えー。久留米高校の吹奏楽部で、しかも上と下の子みたいな、そういうその選抜クラスに入れてない生徒ですね。はいまあ、下の方の生徒なわけですけれども、まあ、大体ですね、えー、久留米高校というのはあ、長崎大学に合格するくらいのレベルで教えてますよと。だから久留米高校の真ん中くらいの生徒っていうのは、 あ久留米長崎大学に受かるぐらいのレベルですよということであれば、まあまあ、九州エリアでは一番上の方にまに、あ、九州大学とか熊本大学があるんですが下の方には佐賀大学とか大分大学とか宮崎大学とかがあるんですけれどもその上と下のお真ん中のレベルですねちょうど中堅レベル九州での中堅レベルの大学として長崎大学とか鹿児島大学がありましたよねっていうような形なんですけども。 まあどうも最近ね、あの大手の塾予備校とかから発表されている、まあ、鹿児島大学のランキングというかです、ね、偏差値を見ていくと、どうもまあ長崎大学よりはちょっと鹿児島大学の方が下が,下がり始めてるかなと、下の方になってきてるかなというところで、まあ、結構ね、狙い目ではあるんですよ。というのも、まあ、見てもらったら分かると思いますけども、まあ、真ん中の制度ね。 えー、数学 1A が30点数学 2B が21点200点満点で51点で鹿児島大学受かってますよとしかもねこの点数まあ西南学院大学特化型で英語国語社会に力入れていたんだけれども まあ実際、蓋を開けてみると、数学が51点、200点満点で51点しか取れてない。<laughs> ねまあ、25%しか取れてないんだけども、鹿児島大学の法文学部の地域社会経済学科に関しては C 判定、ねで。鹿児島大学の法文学部の多文化地域文化学科ん、多元地域文化学科かに関しては B 判定というような感じで、 割とね、鹿児島大学の文系に対して、A、B 判定、C 判定になるというぐらいなので、まあ、そんなにね、あのー、数学ができないから自分は私立文系型にならなくちゃいけないだとかですね、あるいはもう数学が苦手だから自分はちょっと、 あの文系いこうかな理系じゃないとだめかなっていうふうに思う子たちいるんですけれどもまああの国立型になってくるとご教科型でごまかしが効きますからねこうやって数学ができなくても他の教科できっちり点を取っておけばまああの私立の理系はきついけどね。 あるいは医学部だとか、その建築学科だとか、薬学部だとかいうような感じになると、ちょっと数学がない弱いのはちょっと厳しいんだけれども、まあ、そういう特殊な例を除いては、大概数学ができなくても、まあ、その国立、国立私立、文系、理系関係なく受かりますからね。はい、ということで、えーまあ、今日のストーリーを話していきますけれども、一番上の生徒がですね、まあ、この 吹奏楽部の先輩後輩で、えー、吹奏楽部の先輩として、まあ、高校3年生から、ねまあ、吹奏楽部も,もう引退したということで高校3年生の5月ぐらいから入会してきてで、えー、国立大学目指して頑張るということだったんだけれども蓋を開けてみるとその久留米高校の選抜クラスの生徒でも、まあ、数学 1A31 点数学 2B33 点の64点ということでね。まあ まあ100点満点で32点ぐらいしか取れないという生徒なわけですけどもお鹿児島大学は受かりました。うん。で、成南は受けてません、この子は。福岡大学しか受けてないんで、まあ、鹿児島大学と福岡大学を受かったんですけどね。はい。もうこの子泣いてました。もうね、まあ、選抜クラスの生徒なのに、えー、数学が全然取れなかったということでですね。はい。まあ一応学、久留米高校の先生、数学の先生たちの名誉のために言っておきますけれども、これはあくまで。 私が数学は手抜きしなさいねという指導をしてたからこういう点数になったんですよ。別に久留米高校の先生があの手抜きな指導をしているわけじゃないです。下の方を見てもらったら分かると思います。うちで2年間鍛えられている生徒に関しては83点取れています。だたいねあの、熊本大学を受かっているような子たちで80点台です。79点で熊本大学の法学部を受かったね、久留米高校のテニス部の子います。 でその子もお久留米高校の選抜クラスじゃなくて普通のクラスで、えー、それで熊本大学の法学部に受かってますから <laughs> まあまあはっきり言ってねこうやって数学をちゃんと手抜きしてくれれば熊本鹿児島大学どころか熊本大学だって受かるんですよただどうしてもこのやり方は分かってないから塾とか予備校に行ってね 高校あの福岡県内の生徒たちというのは大概受験情報を知らないので、まあ、塾とか呼び込てね数学、数学、数学みたいな感じでね、ねもう意味もない、訳もわからない数学の授業をひたすら取らされて、もうそれでね、あの潰されてしまっているのが、対外な例です、はい。ということで、まあ、上の先輩は泣いてましたけれども、はい、まあまあ、あのーねえー、この先輩は数学が苦手で、これで同じ吹奏楽部でね、 あの先輩が鹿児島大学をかりましたと、だからもう後輩の方もね、あの先輩がそうやってね、数学ができなかったけれども、久留米実習室行ったらね、そうやってなんかこう、あの英語とか国語とか社会とか成績が上がるような方向でね、あのうまく合格させてくれたから、先輩の紹介で来ましたと言うて、真ん中の子が来たわけですよ。で、この子はね、よっこしょ。はい。この子はあ、ちょうどうちの写真に載ってたので。 持ってきましたけどもこの手前の子ですねこの子 <laughs> 一番手前に映ってるけど、まあ、うちの実習室はこんな感じでね、もうみんなあのギチギチに集まって、ね、3、えー、密状態で頑張っておりますけどね、もうこれ見たらね、もう明前高校の男子生徒とかねあの、入会希望で来ても、この状況をパッと見た瞬間、逃げ出して帰ってしまったということでしたすね、はいまああの、とにかくもうみんなわっしょいわっしょいで頑張っておりますので、うちの生徒たちをね。 はい、まあまあそういうようなところで、えー、真ん中の生徒にはあなたはあ久留米高校の選抜クラスじゃないとねだから上のね久留米高校の選抜クラスだったあなたの吹奏楽部の先輩はじゃあ64点で合格したけれどもはっきり言ってそれは久留米高校の選抜クラスの生徒だから 数学は64点でも受かったんだよと。あなたはそうじゃないからねと。選抜クラスじゃないんだから英語や国語や社会の点数があんまり取れるわけじゃないと思うから、だから数学はちゃんとね、あのー、私は80点台取りなさいよっちなことで話をしてたわけですよ。うん、ところが <laughs>、もう蓋を開けてみると、試験から帰ってきたら、 ね、一次試験の方は、まあ、今でいう共通テストの方、当時のセンター試験の方は、ね、5 0点しか取ってきてないんですよ。私を触手させる気かっていう感じで、ね、もう学校の先生もびっくりしたやろうと思うけど、もうここまで手抜きをしてるわけですよ。まあ、それで鹿児島大学受かってますからね、こうやって B 判定とか出てますから。 ちゃんとね、英語とか国語とか社会とかはきっちり勉強してますし、理科もちゃんとね、73点も取ってますから、ちゃんと私の言いつけを守って数学以外を頑張ると、数学は手抜きすると、ねで、西南学院大学も受かるように頑張ろうみたいな感じでやってたわけで、本人は西南学院大学結構、あの受けたが、行きたかったっいうところがあったみたいなんですけどね。だけど えー、仙台学院大学は3つ受けて3つとも落ちました。じゃあ、数学ここまで手抜きしてね、それだけ英語国語社会に集中的に勉強してたんだけど、やっぱ精難届かないんですよ。もうそれだけ厳しいです。で、下の子はこの子の友達でね、まあ、うちに2年生から来てて、だからこっちの子の紹介でもあるわけですよ。先輩の紹介でもあるし、この友達の紹介でもあったんですけれども、 まあ、下の生徒はね、やっぱりこの子と同じセンター試験を受けてますけれども、同じテストを受けても、やっぱりね、えー、久留米高校の選抜クラスですから、83点ちゃんと数学取ってますで。うちで2年計画で鍛えてますからね、はい、2年計画で頑張ってましたから、まあ、そんだけ実習しとけばねで、この子なんかもやっぱ全員ねあの、英語の授業とかそういったところは受けて、えー、文系の方は強化してたので、 まあ英語に関しては151とか142とか147とかね、147で西南、これ、この子は西南3つ受けて3つとも落ちたけど、こっちの子は西南ちゃんと受かってるんですよ。うん、だから、147で正難受かるのに、142で西南落ちるのはどうしてってうと、やっぱりこっちの子はまだあの共通テストやね、センター試験のレベルの英語ばっかりやってたんですよ。 でこっちの方が147中でも、ちゃんとね、英語の深いところまで勉強してたわけですよ。西南に届くような英語の勉強の仕方をしてたわけですよ。だから、あ西南は受かりましたということですね。なので、この子はね、あのこっちの友達にね、ね、えー、友達がその西南3つとも落ちてたから、ちょっとね、ね西南の合格発表の後は話しにくいということを、この子はポロって私の方に言ってましたけどですね。うん なんだけれども、まあ、あの、こっちの子はね、こっちの子は、その後、生を受かった後も、急に気持ちが萎えてしまってね、やる気がなくなって、いつものパターンですよ。生を受かったら、大概みんなねあの、勉強しなくなるんですよ。私立受かったらもう勉強しなくなるんですよ。なので、こっちの子は鹿児島大学受けて落ちてます。いいですかで、上2人は鹿児島大学受かってるけどね、点数的にこっちの子よりもこっちの子の方が点数取れてるように見えるけどね。 はい、点数取れてるように見えるけれども、やっぱ二次試験でひっくり返ったというかですね、はい、二次試験で逆転合格っていうのはないですよ、このレベルぐらいの、あんまり二次試験の配点がでかくない大学では、二次試験でひっくり返るっていうほどのことはないんだけど、逆転合格はないんだけども、この子が落ちたように逆転不合格はありますからね、まあちょっと理科なんかも低いわな、49しか取れてないから、まあひっくり返る可能性は高かったか。うーん 社会もね、だから、あのー、社会なんかも80点台は欲しいわけですよ。だから極端な場合ね、あの極端なっていうか、私の言い方通りに、これ、ちゃんと守ってね、あのー、西南学院大学とかを受ける上でで、ねえー、社会は一つは90点,取り90点台取りなさいと、もう一つは70点台取りなさいっいうことでね、大体90、70ぐらいの点の取り方をしてると思うんですよ。うん こういう取り方が西南に向けてすごくいいんですけど、実際受かったのはこっちの子なんですよね、西南受かったのは。うん。やっぱ西南それだけ難しいよってなことと、あと国立大学を受ける上で数学はそんなにね、あの合否には関係ないよってうことみんな取れませんから、<laughs> はっきり言って文系の子はね、取れません。もう理系の子じゃないとね、あの数学取れないから、そのつもりで追ってくださいねというふうな話を前回やったんですけど、ちょっとね、あの音声がえらい、飛び飛びになっててね。 早送りみたいな感じで、とびとびになってて、動画自体が半分ぐらいの縮尺になってて、えらい短くなってたもんね。あのちょっとそういうふうな状況でしたので、今日は取り直しをしました、はい。まあまあ、後半戦の方の福岡大学留年生とかね、あの慶應義塾大学の留年生とかの話は、今回はなしにしとってもいいかな。<laughs> よろしいですか。はい。まあ、そういうことでね、あの慶應義塾大学、まあ、ちょっと話してくかな。 慶応義塾大学の学生であっても、今、どんどん留年していると、まあ、今年、慶応の1年生になったこの話ですけどですね、まあ、私がいつもこの動画で話をしている、まあ、ある経営者団体の会長をやってやった方ですね、と、あと、今のうちの経営者私が所属している経営者団体の会長と、この2人がちょっとあの出てこいと。 ちょっと話があるっていう感じでですね、まあ、あの、青南はすげえんだっていう話を、ちょっと2人からもね、あの、冒頭と話をされてですね、はい。まあまあ、あのー、ちょっとうちの久留米実習室特典みたいな形で、あの、やったらどうかっていうふうに言われたんですけれども、まあ私がいっぱいね、あの、企業経営者の方々知ってるわけですよ。で、その企業経営者の方々が、ね、あの、将来的に大学を卒業しても、 卒業したときに、うちの会社に就職してくれるということであるならば、本当ね、久留米自習室に通う上での、たくさんね、授業料を払ってやりますよというようなこともですね、そういうふうにしたらどうかというような感じでね、それあの、そういうふうなのがあれば、もう我々は喜んで協力するよっていうふうにですね、もういっぱいその企業経営者たちから今言われてるんですよ、うん、あの私のね。 所属してる経営者団体で日本全国に展開しているからで、今私の所属している経営者団体の,その呼び出していた会長さん、会長さんの会社なんかもね、まあ、それは中小企業ですよ、中小企業なんだけども、九州大学と連携してるんですよ。で、工場を経営してある社長さんなんだけれども、工場に入れている工作機械が数億円するんですよ。で九州大学学の工学部とかは ね、その国からもらっている予算の都合上、そんな、ね、数億円もするような工作機械を九州大学の工学部に入れられないんですよ。だからね、前の動画でも解説しましたけど、九州大学の、ねえー、航空宇宙学科の卒業の若田,若田光一さんが宇宙パイロットになったちゅうことね、日本全国から、ね、宇宙飛行士を目指している子たちが九州大学の航空宇宙に入学してきたわけですよ。 ところがね、実際、その、東大とか京大に比べれば、九州大学なんて、ろくに国から予算ないわけですよ。うん。だから、その、航空宇宙学科とか行っても、大した施設がないわけ。だから、もうびっくりしてね、あ,あ、大団なんか来るんじゃなかったっていう感じでね、日本全国の,あの学生たちががっかりしたっていう話をしたと思いますけれども、まあ、そういう,うにね、その、国から予算が与えられていない、 まあ、地元のね、いろんな国公立大学の先生方と話をすると、いや、もう九州大学ばっかり予算を渡して、俺たちの大学には全然予算がないんだよっていうふうに言われるけれども、九州大学も大したことないんですよ。だから、繰り返し言ってるけれども、九州大学じゃなくって、ね、そういうふうなあの関東、関西とかのね、大学行きなさいよと、ね、ああいうふうなところはすごく予算があるからというふうに言ってるんだけども、まあ、九州大学の方の工学部では、まあ、ろくにその工作機械がそうやってないと。 ということで、私の所属している経営者団体の社長さんとね、まあ、新聞とかにも特集されてたんだけれども、九州大学と産学館の連携をして、これで、えー、九州大学がこういうふうな実験というかね、こういうふうなことをやってほしい中のやつを、まあ、その社長さんの、ね、工場で、えー、数億円もするような、ね、工作機械でやってるわけですよ。うん、なもんですから。 まああのそういうようなことでね、えー、そういう工場、中小企業なんだけど、もうそういう工場にね、やっぱ就職したいっていう風なね、そういうな、あの宮廷大卒とかのね、そういう人たちいるわけですよ、結構。だからね、結構そういう風なその社長さんなんかも、ね、久留米市主治医にいい投資したいと、お金を渡したいと。そそれで、えー、そのの社社長さんのね、会社に。いい 就職したいというような人を応援したいというような形で、まあ、大学卒業したらそこに就職が内定するみたいな感じでね。まあ、それいいのかなどうかなというふうに思いながらもね、ずっとそれ何年も前から言われてるんですよ。何年も前から協力するよって感じでね。もう、どこも人手不足ですからね。ぜ、う、ひ、ん、ともうちの会社に来てほしいと。その代わりね、ね、えー、お金はいくらでもお俺たちの会社の方から、久留米市出身に突っ込むからっていう感じでね。そのお クルミジシースに入会してくるね、えー、あの生徒さんを無料でね特待生みたいな感じで、その代わりそこに就職しますよって感じで、ね、あのやってほしいと。で、そのある経営者団体の会長をやってある方なんかも、アジアのアジア地域の,そのイノベーション企業の表彰みたいな感じでね、いろんな国のイノベーションの 企業経営者たちがずらっと表彰されている中に、日本からたった1人ね、その社長さんが、あのー、表彰されてるんですよだから、あのー。その社長さんはもうとにかくあっちのアジアの方にいろいろずっと仕掛けている社長さんでね、地域、まあ、そのリスクがある中国とか韓国とかにはちょっと手は出せないと、あっちの方では結構揉めますからね。 あの外交とかで揉めてるから、韓国と中国には手を出さないと、それ以外のアジアの国々に手を出すという形でやって、ずっとやってるもんだから、それでやっぱ向こうのアジア地域の社長さんたちがもうびっくりするような、そういうイノベーションをね、その社長さんも工場経営です、工場経営なんだけど、すごいイノベーションをやってるから、それで表彰されてるわけですね。とも日本ののの企企業業だだったらあの社長さんの企業を表彰するべきだっちな感じで アジアのおほほそういうイノベーション表情に、えー、たった一人ね、日本でたった一人あの登壇してるわけですよね、すごいなっていうところですね。はい、ではあるその社長さんのね、えーまあ、久留米に本社があるんだけれども、その社長さんのお商品作ってる、工場で作ってる商品は、日本でシェア1位なんですよ。日本で一番シェアを、あのー、独占してるわけですよ。 小さな部品です。小さな部品というかな。もう本当にもう特化したような感じで、まあ、例えばその水道の蛇口の、ねえー、蛇口だけを作っているみたいな感じの工場なんですよ。だこの蛇口はもう本当に、えー、日本で一番やみたいな感じの,その、う本当にこうキューと小さなシェアのところだけを、こう小さな部分だけを見て、そこのシェアだったら、そこの会社が日本一という感じですね。もうずっと中国とか、 のほうからずっとネットでアクセスが来るみたいなんだけども、もう中国はもう一切対応しませんみたいなですね。韓国も一切対応しませんみたいな感じで、そのノウハウというかね、イノベーションが欲しいわけですよ。中国とか韓国はね。うん、すぐ日本のイノベーションを持っていってしまいますからね、彼らは。いやもう絶対に中国とか韓国は触らないみたいな感じでやってるみたいですけどね。はい、だそういうふうなすごい企業がいっぱいあるんですよね。中小企業はね。はい そういうところから、もうとにかく本前はすごいという感じで、ねあの、私の大学受験のいろいろ指導を見ていて、すごいという感じでねあの、だからもうちょっと協力したいから、もうとにかく金をどんどん久留米市就室に投資したいんだと、で、その見返りとして、えー、そこの,あの卒業生が大学に卒業したら、うちの会社に就職してくれという話で、そういう話をされてるんですよね。 はい、ちょっとそっちの話に流れちゃったから。はい。ということで、ちょっともう20分過ぎちゃったから、この辺にしときましょうかね。はい。そういうようなことで、えー、まあ、あのー、毎年ね、う、え、ち、ー、に来て、これでもう、毎月1万円のその、自習室料金すら払えないっていうような、そういうご家庭も結構来られるんですよ。で、その子がね、結構、筑後区では <laughs>、トップクラスのね、もう宮廷代とかに入るようなレベルの生徒なんだけれども、もうすごい貧困層の、 母子家庭だったりとか、ね、したりする生徒だったりするんで、まあ、もったいないなということですね、はい、塾に通わせるだけの、それだけの資金があれば、お金があれば、まあ、9とかね、東大とか京大とか合格させられるぐらいのものがあるんだけどなというふうに思いながらね、はい、まあまあ、そういうふうな方々がおられたらですね、ぜひともちょっとあのお金の方で心配だとかいうのがあればですね、そういう相談もしてみてください。 いろんなその就職口があるので、うちの,あの経営者団体ね、日本全国にものすごい数の経営者がおられますから、どっか一つくらいはねあの、自分が就職したいっていうふうな、そういう進路にあったような、そういう会社があるかなとは思いますね。工場だけじゃないですからね。いろんなところがありますから。はい。ということで、最後まで聞いて,い,ただいてありがとうございました。気に入ってありがとうございました。気に入ってあければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、おの電話番号のなりますので、よろしくお願いします。 はい、ということで、以上です。